湯豆腐のやり方、北王子ロサンジン一番最初、鍋の中に切れ目のある昆布を敷き、鍋の深さの半分目以上水を入れる。三寸の鍋なら上一寸を余して水を入れ、およそ一寸角くらいに切った豆腐を、壊さないようにそっと入れる。 杉橋で挟んでそっと入れる。それを火力の強い火の上にかけ鍋の蓋をしておく。約5分くらいで火さえ強ければ初めてポッと煮え上がる。その時、豆腐を箸で押してみると軽い弾力ができていて、魚の白子かクリームのようにポトポとしていい煮え加減になっている。 その切ながうまい。これを煮すぎて豆腐が締まってきたり、豆腐と豆腐がくっついたり、巣が立ってきたりしてはもううまくはない。だから最初から一時に鍋の中に豆腐をたくさん入れることは良くない。酒の魚にするような場合は、二切れかよ切れずつ食べては入れ、食べては入れ、食べるほどに少しずつ持ってくることを心がけなくてはならん。 この心がけあれば、クズを入れて豆腐の層を防ぐトリックを持ちうるまでもない。次に、湯豆腐の鍋の中に醤油入れを入れて醤油をぬくめる必要はあるまい。鰹節の出汁が出るためのようだが、強いてそれをするにも及ぶまい。要は、熱い豆腐に熱い醤油をつけて食べる方がいいか、熱い豆腐に冷たい醤油をつけてはいけないか、という問題だ。 京都の栄冠堂とか通天とかに行くと、野外の冷たい空気に触れて照り輝く紅葉などを生しつつ湯豆腐をやる風流があるが、こうした寒気に過ぎた場合には熱い醤油もふさわしいが、部屋の中では強いてそうしなくていいことと思う。